山田久志のグルメアンリミテッド。さあ、ここの売りは何といっても手作りの皮、強力粉とぬるま湯を適当な分量でゆっくりとこねて冷蔵庫で寝かせてあったものを使用しております。注文が入ってから皮を伸ばしていますよ。さあ、あんが入りました。具を混ぜて包み込んでいきます。豚ひき肉、白菜、そしてネギなどの野菜を混ぜ、臭みを消す生姜などもたっぷりと使用。さあ、もうそして茹でに入りました。手作り側ですから火の通りも早い。さあ、お湯の中で踊っている、もう食べられたがっている、間もなく皿の上に乗るのか、乗るのか、乗った。さあ、ご覧あれ、水餃子の完成です。肉汁もたっぷり包み込まれています。やけどに気をつけて。出た、今週もよろしくお願いします。お願いいたします。青空ちゃんでございます。これちょうどこのタイミング的には、はい、旧正月じゃないかと思って。そうですね、はい、1月25日になるんですか ね、はい、はい、ちょっとあの新年クアラーでしたっけ、はい、ちょっとあのネイティブにいいですか。新年クアラー来ました。いただきます。これなので水餃子を今回はご用意いたしました。そうですね、あの新年ね、あの前後で食べる料理って聞いてます。はい、やっぱそうなんですよね。うん、よく食べますね。チャイニーズカフェ8はですね、20種類以上、はい、もう選べるんですよ、具材が。すごいですね、はい、あのちょっと聞くところによると、はい、猫舌ですか。すっごい猫舌なんです。もうなんかもう湯気がすごくて、はい、大丈夫かなと思ってます、はい、あのもう気をつけてゆっくり食べていただいて、はいはい、あの暑ければ暑いとか、はい、もう痛いとか嫌とか、はい、好きに言っていただいても分かりました。お願いいたします、はい、相変わらずちょっとマイク近くなるんでその注意も、はいはい、お願いいたします。買いました。ではさあ実食です、はい。割っちゃうかな。割りますか。いいですか。割った方がね。あ、肉汁が。ジューシーだね。そうですよね。あ、すごい。すごい。あ、もうでっかいエビが入ってる。トップです。いただきます。うん。